1954年の近鉄パールスでは、1954年の近鉄パールスの動向をまとめる。この年の近鉄パールスは、芥田竹雄監督の2年目のシーズンである。芥田伝監督1年目は力及ばず、最下位に転落したものの、2年目のこの年は、開幕から絶好調で首位の西鉄と4.5ゲーム差と、検討。5月以降も、 阪急との A クラス争いが続き9月末には、同率で並ばれるが、10月以降負け残んだ阪急を、突き放して最後は西鉄、何回に15ゲーム以上離されながらも8球団中4位と、検討し、球団創設5年目で、初の勝ち越しと A クラス入りを果たした。田中文優が、最多勝ちを獲得した、投手陣と、チーム投類数222を記録した、 機動力は機能し、チーム打率も255だったが、チーム最多本塁打は、竹千代さむ、多田,田文久さん、森下茂吉の5本で、入団2年目の小玉昭斗氏が、レギュラー3塁手に定着したとはいえ、チーム本塁打数も27本という球史に残る、貧打戦であった。それでいて、シーズン終了後には、芥田田監督との確執で干されていた、スラッガー。 杉山公平を南海へ放出したため、貧打線は翌年以降も続くことになる。ありがとうございます。